NHK 長野放送局は長野県を放送対象地域とする日本放送協会の本部直轄の地域放送局。テレビとラジオで県域放送を行っている。長野県は南北に広いため、中南部の松本市に1938年松本放送局が設置されたが、1988年に市局に降格され、中南市の報道取材、 受信料事務の拠点となった。かつて放送会館は長野市城山公園にあったが、建物老朽化と長野オリンピック開催を機に長野市は笠とのビッグハット前に新築移転している。現会館は本局方式が採用され、五輪パラリンピックの国際放送センターとして先行運用開始となった。アナログデジタルテレビと FM ラジオ放送の親局で、 ある美しが原局は、新越放送のデジタルテレビ放送と送信施設、鉄塔を共同使用している。総合、教育の順で表記。第一放送、第二放送の順で表記。は、過去にも長野局勤務の経験があることを表す。2019年度、NHK 長野放送局は、テレビ新州との共同企画を展開した。両局のアナウンサーやキャスターが、 相互の番組に出演するだけでなく、共同企画も展開していた。テレビ、新州公式サイトの新州テレビ新時代も参照。実施された主な企画は以下の通り。ありがとうございます。